皆さんどうもこんにちは。今回はいろんなハウスメーカーのいろんな住宅営業マンとつながりのある私がヘーベルハウスのメリットデメリットを客観的かつ公平な目線で解説をしていこうと思います。ヘーベルハウスといえばヘーベル板を使ったモダンな住宅が特徴なんですけれど、結構他社の住宅営業マンから悪く言われるケースが多いんですよね。例えばヘーベル板は寒冷地に弱い、吸水性があるから外壁に不向き、水を吸って凍らせると内部破壊が起きるなどなど、これから住宅を購入する人からするとそれって本当なのって思うようなことが次から次へと出てくるんです。これだと住宅を購入する側からすると不安以外の何物でもありませんよね。なので今回は一般的にヘーベルハウスのデメリットと呼ばれる部分を掘り下げて、その後にメリットを話す構成でいきたいと思います。なるべくカタログに載っていないような情報を提供していきますので、これからハウスメーカーを検討されるという方はぜひとも参考にしてみてください。また今後各ハウスメーカーのメリットデメリット動画を出していきますので、優先的に話が聞きたいハウスメーカーがある場合はコメントを、そしてチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。このチャンネルは元ハウスメーカー勤務でかつ銀行で不動産の融資担当をしていた私がマイホーム購入の攻略方法をお伝えするチャンネルです。今現在ありとあらゆる人脈を使って優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を行っています。一味違う優秀な住宅営業マンを自分の担当にしたい、そう思う方は Twitter から DM もしくは公式 LINE からご連絡をいただければと思います。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきます。まずはヘーベルハウスの三大抽象トークなんですが、それが先ほどお伝えした寒冷地に弱い、吸水性があるから外壁に不向き、水を吸って凍らせると内部破壊が起きる、この3つなんですね。私も住宅営業時代この手の話は耳にタコができるほど聞きました。でも結論からお伝えをすると全部嘘なんです。そもそも大枠として皆さんに知っておいてもらいたいことがあるんですが、それがヘーベルハウスで使われているヘーベル板はもともとドイツで開発されたものだということです。皆さんご存知でしたか？ドイツの気候といえば平均最高気温は22度前後、そして平均最低気温がマイナス2度前後です。また降水量は日本に比べれば少ないんですが、それでも冬は雪が積もります。特にドイツの冬は寒くて暗いで有名ですから、そんな環境に耐えるべく作られたヘーベル板が寒冷地や水に弱いわけがないんですよね。ではなんで寒冷地に弱い、吸水性があるから外壁に不向き、水を吸って凍らせると内部破壊が起きる、これら三大抽象トークがあるのか、そしてそこから見えてくるメリットとは何なのか深掘りをしていきます。まずは寒冷地に弱いということについてです。そもそもなぜヘーベルハウスが寒冷地に弱いと言われているのかといえば、それは東北以北で営業していないためです。例えばこちらをご覧ください。これはヘーベルハウスの営業可能エリアなんですが、緑色になっているところが施工可能エリアで、灰色になっているところが施工不可エリアなんです。見ていただければわかると思うんですが、東北以北だけではなく北陸、四国、中国地方、九州南部、沖縄などでも営業していないことがわかります。だからこの時点でヘーベルは寒冷地に弱いから東北以北で営業していないわけではないということがわかるんですね。ではどうして営業エリアを絞っているのかというと、それは一言で言って重量鉄骨に需要のある地域に絞ったドミナント戦略をしているからなんです。ドミナント戦略っていうのは地域に絞って集中的にその地域の占有率を向上させる経営戦略のことを言います。なのでイメージしやすいところで言うと、コンビニなんかがドミナント戦略を行っている代表格なんですね。例えば皆さんも一度は見たことあると思うんですが、コンビニって都心部だと道路の向かいに同じコンビニがあったり、あとは数百メートルおきに同じコンビニチェーンが出店しているケースをよく目にすると思います。あれには3つのメリットがあって、1つ目が店舗同士が近いと物流コスト、店舗間の移動コストを抑えられるということ、2つ目がエリア内での認知が上がり、より地域に浸透しやすいということ、そして3つ目が競合の参入を防ぐことができるということ。こういった3つのメリットがあるので、地域を絞って集中的に店を展開しているんですね。
実はヘーベルハウスもまさにそれと同じことをしているんです。では一体なぜそのような経営戦略を取っているのかというと、それはヘーベルハウスの活動理念であるオールフォーロングライフ、これを達成するべく地域を絞っているんです。このことが分かりやすいように一つの事例をお話ししようと思います。それが北海道旭川市にあるヘーベル板を使った建物が立ち並ぶヘーベル通りです。ヘーベル通りっていうのは旭化成建材と旭川市がタイアップして作った街並みのことなんですが、先ほどもお伝えした通りヘーベル板はもともと北海道よりも寒いドイツで作られた建材です。だから北海道のような寒い地域でも普通にヘーベル建築は建てられるんですよね。でも実はヘーベル通りに建っている建物はヘーベルハウスとは呼ばずヘーベル建築と呼ぶんです。ではそれが一体なんでだか皆さんわかりますか？実はヘーベルハウスは営業所からのアクセスを加味して60年間の無料点検などサービスの提供できるエリアの建物をヘーベルハウスとしてブランド化しているんです。言い換えれば先ほど紹介した理念オールフォーロングライフ、これを提供できるエリアを決めてヘーベルハウスとして商品を出しているんです。そのため営業所がない旭川では建材の提供は行ったものの無料点検などのサービスはついていないんです。というか営業所がないんでつけられないんです。だから旭川のヘーベル通りの建物はヘーベル建築ではあるもののヘーベルハウスとは呼ばないんですね。へーって感じですよね。なので知られていないだけで北海道でもヘーベル板は使われているし、よく耳にするヘーベルハウスは寒冷地に弱いというのは真っ赤な嘘だということです。そしてヘーベルハウスは自らの企業が責任を持ってお客さんと付き合えるエリアに絞った活動をしているわけなんですね。ちなみに余談なんですが、富士山5合目に立つ小御嶽神社の外壁もヘーベル板です。小御嶽神社って冬場は2メートルの積雪に埋もれる場所ですから、もし本当にヘーベル板が水や雪に弱かったらこのような場所には使えませんよね。そしてこの小御嶽神社は宿泊施設として開放されている場所でもあります。泊まったことがある人は快適だったかどうかを思い出してみてください。ということでここまでのメリットデメリットをまとめると、メリットは企業理念に沿ったサービスを受けられるということで、その反面デメリットは販売エリアが限られるということになります。これが一つ目のメリットデメリットになります。続いて二つ目の抽象トークである、ヘーベル板は吸水性があるから外壁に不向きということについてです。これに関しては近からず遠からずといった感じですね。というのもヘーベル板は吸水性が高いんです。それは事実で、ヘーベル板は非常に多くの微細気泡とそれをつなぐ細孔を含んでいます。なので毛細管現象によって表面から水が浸透しやすいんですよね。だからヘーベル板を水中に浸した場合は 10% から 40% もの吸水率を示すと言われています。そして吸水してしまったヘーベル板は強度、断熱性、調湿性が低下してヘーベル板本来の長所を生かすことができなくなるんです。ただですよ、ヘーベル板は吸水性が高い代わりに乾燥もしやすい素材なんです。つまり吸水したヘーベル板も放置をすれば容易に乾燥して元の状態に戻るんですね。一方でヘーベル板と外見上よく似た一般的なコンクリートは吸水から乾燥に伴う乾燥収縮率っていうのが 0.2 から 0.5% と大きいため、吸水乾燥後にひび割れを起こしやすいという欠点を持ちます。これに対してヘーベル板は乾燥収縮率が 0.025% から 0.05% と非常に低いので、ひび割れを起こす可能性も低いんです。実際にそういった背景もあってヘーベル板は国内の建築実績で累計10億平米も使われているんです。そしてその約 70%、 7億平米が建物の外壁として使われているんです。なのでヘーベル板は水に弱いといった説明は一般的なコンクリートの特徴とヘーベル板の特徴を混同している人がする説明なんです。ただしそうは言ってもヘーベル板が吸水性が高いというのは事実です。そのため塗装とメンテナンス、この2つには注視する必要があります。塗装に関して言うと、ヘーベルハウスは外壁に3層仕上げの外壁塗装ロングライフコートを施していて、下塗り塗装は工場で塗装することで精度の高い一次防水を確保しています。
さらに中塗り層と上塗り層は現場でシーリングも含めて吹き付けを実施。塗料には水と紫外線に強い特殊原料を配合したものを採用しているため、60年に1回の塗り替えで外壁の美観と防水性を維持できるようになっています。そしてメンテナンスに関してなんですが、実はヘーベルハウスのメンテナンスって約400万円ほどかかります。これを聞いて高いと思った方も多いはずです。でもこのメンテナンス費用は防水や目地の補修など全て込み込みの金額なんです。さらにカタログ表記のものなので信頼性が高いという特徴があります。ちょっとだけ背景を説明すると、実はどのハウスメーカーも契約前にこれから契約をする家を実際に建てたらメンテナンスでどのくらいの費用がかかるのかっていう試算表を出すルールになっているんですね。それでその試算表なんですが、メンテナンス費用を算出するのにプレゼン用のフォーマットに条件を入力して印刷をかけるんです。要は何が言いたいのかというと、そのフォーマットを使って自社製品のメンテナンス費用を安く見せる営業マンが中には存在するということです。もちろん契約前の段階ではそのお客さんの自宅に合わせた正式なものを出さなければならないんですが、まだプランが決まっていない段階だったら仮で作った試算表で自社の製品のメンテナンス費用を安く見せることができちゃうんですよね。でもヘーベルハウスの場合は良くも悪くもカタログベースで話します。つまり嘘をつくことができないんです。これに関してもオールフォーロングライフを達成するために仕掛けているヘーベルハウスの経営戦略の一つになります。なのでここまでの話をまとめると、メリットに関しては建材の弱点をカバーするための工夫と仕組み作りを会社が徹底しているということ、そしてデメリットはとはいえメンテナンスをきちんとする必要があるということになります。そして最後に3つ目の抽象トークである水を吸って凍らせると内部破壊が起きるということについてです。先ほどもお伝えした通りでヘーベル板は吸水性が高い建材です。そしていくら乾くのが早いとは言っても、もし仮に乾かずに水が中に溜まっていた状態で凍ったら確かに膨張して壊れそうですよね。でも実は違うんですよ。もしどこかのハウスメーカーの営業マンがヘーベル板は水を吸って凍らせると内部破壊が起きるとか言ってきたら勉強不足だなって思ってください。では行きます。そもそも建材の耐久性を測る試験に凍結融解試験というのがあるんですが、この試験には気中凍結気中融解試験と水中凍結水中融解試験、この2つがあるんです。もう少し具体的に説明をすると、気中凍結気中融解試験は無塗装の状態の建材を吸水率 40% にしてマイナス20度で12時間、プラス10度で12時間を100サイクル行うという試験。水中凍結水中融解試験は無塗装の状態の建材を14日間水につけてマイナス18度からプラス5度を200サイクル行うという試験になります。それでヘーベル板は気中凍結気中融解試験の方をクリアしているんです。そもそも水中凍結水中融解試験の方は完全に水中に浸かることを前提としています。だから例えば橋桁などに使う建材に行う試験方法なんです。そのため戸建て住宅に求められる性能水準を超えた試験なんですよね。また水中凍結水中融解試験の前提条件は水中かつ無塗装で吸水なんです。そのため住宅検討に有効な指標とは考えにくいわけです。つまり結局のところ水を吸って凍らせると内部破壊が起きるという抽象トークは水中凍結水中融解試験の方であって、気中凍結気中融解試験をクリアしているヘーベル板には関係のない話だということです。こんな感じで様々な憶測と誤解から抽象のターゲットになりやすいヘーベルハウスなんですが、実はしっかりと調べればきちんと実験した上で安心安全な住まいを提供していることがわかるはずです。例えば以前にもお話しした実在振動実験の話もそうですよね。復習がてらお話をすると、実在振動実験をやっているハウスメーカーはたくさんありますが、基礎ありで実験をやっているのはヘーベルハウスだけなんです。他のハウスメーカーは基礎なしで構造躯体のみを揺らしていたり、あとは建物の重さをできるだけ軽くするために家具を入れずに実験を行っているハウスメーカーもあるんです。なので皆さんも調べてもらえればわかると思うんですが、ヘーベルハウスがいかに誠実に家づくりに取り組んでいるのかがよくわかるはずです。ということでここまでの話をまとめると、メリットに関しては
きちんと実験をした上で商品を提供してくれているため安心できるということで、反対にデメリットはマニアックなので分かりにくく勘違いを生みやすいということになります。以上、寒冷地に弱い、吸水性があるから外壁に不向き、水を吸って凍らせると内部破壊が起きる、これら3つの抽象トークから見えてくるヘーベルハウスのメリットとデメリットでした。ヘーベル板って歴史が長い建材なんです。そのため実は各社ヘーベル板を使って住宅を販売していた時期があるんです。ただその中でもヘーベル板にこだわり続けたヘーベルハウスだけが現在残っているんですよね。だから歴史好きな人にとっては非常に興味深いハウスメーカーかもしれません。まあ結局私が何が言いたかったのかというと、みんな仲良くやろうぜっていうことです。以上です。ご視聴ありがとうございました。